大阪市電気局600系電車は、大阪市交通局が1951年から1952年にかけて製造した通勤系電車である。大阪市営地下鉄の1号線の延伸に伴う、造備車として製造された車両である。まず1951年の昭和町への延長に、備え、近畿車両で601から603。 川崎車両で604から606が製造され、翌年の西田辺への延長の際に、近畿車両で607から609、川崎車両で610から612が製造された。基本設計は500型に準じているが、屋根の通風機が再び廃止され、屋根両端に電動ハンド、天井にダクトを設けることで、強制通風方式に変更された。そのため、 500型までの車両と比較して屋根が深くなっている。さらに本形式より前面扉にホロが装備されるようになり他社にも普及した。また延長路線の部分に開け溝部分があったことから客用扉の上に水切りが設けられた。その他、資材状況の好転により戦前性と同様の車内設備で製造された。基本的に500型と同型であるが、 戦後の技術の発展を受けて各部に変更が見られる。制御機は、新型の東洋電気製造 ES-522A-522B が、主電動機は従来と、同使用ながら、各部に改良が施された、投資倍水 -146D が、そして台車は新不創金属工業製の一体、中高イコライザー台車であるが、時空ケ部が、 ローラーベアリングに変更された KS-63E がそれぞれ採用され、信頼性が大幅に向上している。また、シロッコファンへの給電用として、電動発電機の出力が 4.5kW から 5kW へ引き上げられ、また空気圧縮機が保守上の都合で副電圧仕様の D-3N から単電圧仕様の D-3F へ変更された。 500系同様全室運転台車なので、主に戦闘車として使用された。車内照明の蛍光灯火や、制動装置の改良、スピードアップ加改造も同様に行われた。晩年には、列車無線装置の取り付けも行われ、8両編成の戦闘車として活躍した。1970年の日本万国博覧会に向けての1号線輸送力増強の一環として、 一号潜在席の旧型車は心臓の 30K に置き換えられることとなり、1969年秋までに運用終了した。ただし本形式は100から500型より少し遅れて1970年に廃車された。601から606に搭載。607から612に搭載。局内故障は AS-6。最も,も次の線形以降では、 再び D-3N に戻されている。ありがとうございます。